お疲れちゃんスラットです。今日はですね、わらしべで20勝チャレンジクリアしましたということで、そちらの方のね、まあ強かったデッキとか、結構良さげだった試合があるので、はい、紹介していきたいと思います。で、まあわらしべっていうのは、自分がマッチングした相手のデッキを使って、パクって使うってことですね。はい、なんでコピーしてコピーしてコピーしていくっていう感じかな。はい、でまあいろいろちょっとね、訳ありな部分はあって、これはね、コピーしてないやんってなるんですけど、これちょっと詳しくはね、本当に昨日のアーカイブが残ってるんで見てほしいんですけど、これスナイプですね。はい、まあスナイプって言われる相手のデッキに対してめちゃくちゃ相性いいデッキをこう持っていって、もう絶対勝つみたいな、お前は潰すみたいな、こう狙い撃ち、まあ、みたいなことをされたわけで、なんかみんなで話してて、いやさすがにそれはなんか違えなみたいなのあって、クロス使ったとか、まあいろいろわけがあるんですけど、まあその辺ちょっと話しながら、はい、やっていこうかなと思います。いろいろ見ていくか。で、まあここが1戦目かな。はい、ここで終わってて、さあ1戦目、圧着色服に負けたので圧着色服からスタートで、さあペッカパクっていくよみたいな感じかな。で、まあいろいろ結構いい試合があって、まあ全部を見せるのはさすがに激長だと思うので、まあなんか適当に、はい、見せていこうかなと思います。で、これはまあバレバレ枯渇で、なんかフリーズが入ってるっていう、いやもう意味がわかんない。そう、まあでもわらしべのまあおもろいところというか、まあいいところは、まあ意味がわかんないデッキなんですよ。意味がわかんないデッキなんですけども、まあそれが意外とこう、おっちょっと強いやんっていうシーンがあったりだとか、あ、こうやって戦うこともねできるんだねみたいな発見とかもあるので、まあそういうところで、ね、わらしべはね、はい、面白いところかなと思います。で、最終的な結果20勝1敗かな。そう、20の1敗でしたね。ゴブジェ止まんねーっつってフリーズボイしてますね。20の1敗だったんですけど、19の0でしたね。はい、19の0で、マジで、ぶっちゃけもう20勝無敗みたいなもんなんですよ。無敗やねんな。負けは負けなんで負けてるんですけど、その19の、0でスナイプされて、って感じかな。で、まあスナイプってどうやってすんのってあるかもしれないんですけど、なんかサイトがあるんですよね。そう、ロワイヤル API っていうサイトがあって、それはほんと直近で戦ってる人のデータとか、もうそういうのが全部載ってるんですよ。だから、あ、今この人たちが戦ったんだなみたいな、だからそういうのが分かるわけで、まああと僕の場合は生配信をしてましたね。そう、生配信をしてたからっていうのもあって、あ、タイミング合わせていこうぜみたいなのがね、はい、あるわけなんで、まあ配信者としての宿命というか、はい、まあそういったとこかなと思いますけど、まあ20勝できてよかったですね。はい、で、まあ今回もライキさんとケンツと、KK と焼き鳥と、はい、みんなでね配信しながら、おしゃべりしながらまったりやったかなーって感じかな。そう、いやでも結構ね、まあみんな疲れてはいるけど、普通におもろく結構激アツな試合もいっぱい載ってるんでね、本当にアーカイブ未読だと思うんで、よければ、はい、チェックしてみてください。さあ、というわけで、まあスパーキーに対してはね、この枯渇ってかミラーが相手も入ってんだけど、めちゃくちゃいい活躍するんだよね。さあ、これあのスケバレミスです。スケバレ飛んでったんで、やべーっつって、まあでもこの吹き矢とか、まあ、プリンとかが、まあ、全部残るからさ、ボンバーだから、このデッキすごくない？遠距離、まあ、ミラーも入れるとプリンプリン吹き矢ボンバーっていう遠距離4枚っていう、なかなかすごいデッキなんですけども、陸行きゴブリンとナイトしかおらんやん。まあでもそれがね、こういうスパーキーデッキとかには刺さるよねっていう。じゃあ次は僕はね、はい、ゴブスパー使うんですけど、みたいな感じで、まあなっていくかな。まああとあれバレ飛ばしときはある程度ダメージ入るからね。まあスパーキーの処理方法はもうプリンと吹き矢と、なんかもう適当ですよね。はい、まあ、マザネクはすごい厄介なんですけどね。うん。まあでもこの辺が全部残るので、さあもう、いってらっしゃいっつって、カウンターです。いやでもマジ、この時の俺めちゃくちゃ落ち着いてるわ、これ。ここで攻め切らずに、しっかりさらに防衛してるもん。やばいよね。うわ、すごい。なんかもう、いつもの俺のデッキやん、みたいな感じですね。さあ、ということで、まあさすがにこれはね、相手は守れんやろうっちゅうので、いや、フリーズとかもせずにめっちゃ硬いわ、立ち回り。バリ方。さあ、プリンも入って、いやいや、フィニッシュっていう、13がこんな残ることあんまねえやろっていう感じだな。いや、わらしめましてね、デッキがね、やばいんで、怖いですよね、使うのが。そう。
何がね良かったかな。いやでも結構いい試合いっぱいあったんですよね。まあこのロイだ、このそうなんかこのねロイジェイコカ使ってマジ虚数系ドリル引いたんだよね。そういやマジアチャがねどうにもできねえやんちゃって、うん。で普段さまだウィザードとかをマジで使わないわけですよ僕とか。まあどうだろう、まあ、使う人もいるかもだけど、基本的にやっぱ好きなカードとか好きなデッキを使うじゃないですか。なんで僕ユーノとかさ、それこそなんだろうね、マジアチャとかはやっぱ使いますけど、エレキとかもあんま使わないし、ウィザードなんかもう持ってのほかで全然使わないわけですから、いやーどうするーっつって。なんならこのロイジェイコカツとかも使ったことがないわけですから人生で。あでもそんな中でもまあ相手に対して刺されそうなこれだなーみたいなのを考えながらね、そう、まあ、やっていくわけですけど、まあ、今回のこれはねまして、もうこの時点で辛い、コウモリいらねえって。エレキで受けてドリルにスケルトン部隊出すとやっぱトルネードが来るんだよね。ウィザードとしてウィザードがね意外とこのゴブドルの受けに優秀でちょっとびっくりしました、ね、ちょっとありがたかったですね。珍しく活躍するウィザード、はい。でこれは相手がゴブリンバレルの対応がトルネしかないなと思ってるんで、ちょっとねいつか攻めないとこれ負けるので、多分これ許容の、あザップだけ打ったんですね、多分許容の攻める気がしますねこれ。いやーバレルだけか。でまあトルネ警戒の位置に出してますね。近畿道やだよっつって、いつかロイを行くんですが、まあ、まだは行かねえか。でこれも端前エレキ行ってマジで潰すんじゃなくてしっかりケツから出してっていう、うん、負けないようにですね。マジで負けるときってクララって簡単で、負けるときって自分が攻めたときなんですよね、多分というか、まあ、基本的にじゃなければコストがあるんで守れるんですよね理論上ね。自分が攻めたときに相手の攻めが守れなくて負けるだけなんで、いかに守るかいつ攻めるかっていうタイミングの見極めみたいなんで、多分ここで行くっすね。はい、今しかねえっつってロイジェイバレル止まんねえだろっつって言ってますね。でダメージを抑えたいのでさあ守って一発、いやなんかまあこういう本当にね一発どっかでドカンを見つけなきゃ勝てないのがこれっすね、マジわらしべ。よいしょ、このターゲット変わってんのもでかいっすね。でもあと25秒なのでギリ隊か、まあもう攻めて相手にね防衛のコストを使わせるっていうのは無理ですよ。さあまあスケキンロイのこの組み合わせ自体はすごい強いので、しっかり守ってバレに攻めて、いやめちゃくちゃいいゴリ使いこなしてる、うい。さあしかも2本目持って組んでくよって、いやこれなんか強そうじゃない。だからロイジェイコカツっていうさテンプレとかもちょっと前とかやっぱ流行ってたんで、最近だとやっぱマジアチャとかね、そうゴールナイトとかがきついからあんまいないですけど、まあ、メガナイトコカツっていうデッキ自体はねよくあるし普通に強いから、まあ、このザップは別にヤナアメとかでもねウッドとかでもすごい良さそうだし強そうだなと思いましたね。はい、で続いてまあスケラー当たってみたいな感じで、これですね、これやばかった、ゴレスケラ、そうゴレスケラでこれがマジやばいな。その対戦相手が弱かったらというか弱いデッキだったら普通は嬉しいんですけど、わらしべの場合はね相手のデッキがマジなんか不完全というか変なデッキだともう嫌なんですよね。もうその時点でなんかもうアド取られてるというか、で今回これゴレスケラで、まあ、嫌な雨があるんで枯渇相性いいじゃんってこう、まあ、見た目上思うかもしれないんですけど、ぶっちゃけそんなことも全然なくて、マジであの高回転すぎて大砲吹き矢ウッドが無限高回転なんで、矢の雨打っても次の吹き矢とか次のゴブリンバレルには矢の雨がないので守る力がきついとかであったりだとか、やっぱこのデッキがねやっぱ一枚一枚が重たいのでこの相手についていくことすらきついんですよ。そう相手の吹き矢に何かゴブリンバレルに何かとか出してると気づいたらあれコストなくねってなっちゃうんで、まあそういったところもあり、いやゴレスキルはやばいってと思いながら、はい、戦ってます。こういうのもね本当は対応したいけどね、4コス割かないといけない、手札がやばい、枯渇どうするっていう。さあゴブ小屋なんか最近マジで見てないな、ゴブ小屋ババ小屋はマジでクララードなんだ本当にね。
墓地に送られてるカードなんでずっと見てない。この吹き矢ですら嫌だ。しかもこのね、相手のバレーの攻めも嫌らしい。ゴーブリンバレーもちょっと奥でエレキ空振ってますね。まあしゃがなしだけど、まあでもゴレスケラとかやっぱこうなんだろうね、まあなんでもいいよ。まあなんかなんだろう、エレジャイスケラとか、まあ、エレジャイバルーンとかゴレホグとか、まあなんかこう組み合わせ攻めカードが2枚あるようなデッキとかっていうのはやっぱ破壊力がね、めちゃくちゃでかいので、いやこれバカード取ってんな俺、何やってんだまあでも朝3時4時とかの世界戦なんでね、はい、許してください。このエリアドを理解できてない。これもなんか他の防衛方法もありそうでしたけど、そう破壊力はね、あのさっきもやったんですけどあるので、これマジで耐えて耐えて耐えて、その時さえ来れば一発でも打っていけるわけなんですよね。ゴレが通るしスケラも通るしみたいな時をさあ今やっつって出したんですけど、もうきつい出さざるを得ないしなっつって出してますね。はい、でまあ矢波はフィギュアに打たなきゃスケラは入らないので、じゃあ相手のゴブリンバレルどうやって守るのっていうので、まあ、バルキリーエレキとか他の方法で守るよねっていう。さあ、いや打ってユニット追加して、いやこの打っとくうまいねマジ。さあでこの吹き矢が辛いね。ギリ押し込めそうだけどみたいな。でしっかりバレルを警戒してのゴルフタかなこれ多分。でバルキリーをここで止めとくと相手のゴブリンバレルをね鎌で切れるよねとか思いながらも、いい位置のバレル。さあゴーレムのエレキは入ってないんですけど、入ってることによってリセットがつい。でさすがにこれはスケラをここで打つんだな。いやいいタイミングのスケラだ。で次の吹き矢にヤナーム打ちたいなーっつってヤナーム温存してますね。ユニットで攻めて、いや結構ねこのエリアが取ってるな。で最後ヤナーム打ってバチコーンっていう、まあ後半急に流れが来てましたけど、もうほんと粘って粘っての、まあ、こういうゴレスケラとかも強そう、まあ、今の環境だったらこれ墓石にしたらありだと思うわ。墓石にしてバルキリーをなんだろうね、もうほんとに全然違う他のカードとかにした方がめっちゃ強そうみたいなのは思いましたね。はい、であとはプリプリのねコカツ、これもなんかすごい試合したんですけど、まあ対戦相手マイティーコカツになるんでいいか。マジでマイティーコカツめっちゃ多いのよ。そうマジで多いから大変だね。でさペッカとかいていろいろいてなんですけど、いやこれマジであの一つちょっとねごめんなさいが、これマジで普通にデッキをコピーし忘れそう。これ毎回し終わったらコピーしないといけないんですけど、単純にデッキをコピーし忘れて、行っちゃうっていう事件ですね。はい、全然意図的ではないですね。僕あのペッカ工場マジで使わないんで、本当にペッカ引いた時嫌だったんですよ。そうでまあ今日スクドリル引いて勝っていくっていう、まあこれはあの本当にごめんなさいとしか言えない。で今日スクドリルでなんかすげえここ次出すね。てかこのペッカ工場神試合だった気がすんな多分。そう間違っていったペッカですね。うわ最悪やって、僕メガライトめっちゃ好きなんですよ、得意なんですよ。だからメガラムあーちーと思ってたらまさかの事故ってペッカです。はい、まあでもペッカでキョスケは、意外と悪くない。まあ別にいいかって言われたらあれですけど、まだメガラムでも全然勝てなかったことはないかなっていう感じかな。相手の回転が遅いんでね。そう。さあということで、もうすでになんかね、なんかカードサイクル悪くないやつってもう苦しい。もう苦しい。もう苦しいんだけど、これを耐えれるのがペッカか。いやマジ自分がペッカ使うこともねえからさ、違和感がすげえな。でさこれはユーノの突進でしっかりムートがちょっと邪魔だなと思いながら、まあダメージを受けるもののまあしょうがないダメージかなっていう感じかな。さあペッコ VS、まあ、最近流行りのキョスケドリルですね。まあでもゴーストとかの受けがね、なんで受けんだろう。エレキか。さあ一発も許したくないエレキ、これどうすんだろうな。まあ耐えて耐えて耐えてかな。いや本当に多分この日の俺めっちゃ集中してるっすね。マジ多分わらしべ20勝はぶっちができるとは思ってなかったし、
まあ次やってできるかって言われるとそうでもない、本当運もやっぱ絡んでくると思うんで、でかいっすよね。でここケツペかな、さすがに。うん、さあゴール内がこれどうすんだろう。まあここはマジアチ来たらファイボだし、それ以外だったらまあ両サイ形組むかなっていう感じだと思います。ただこれ逆工場行ってしっかり低めで切って、ああこれ今の俺のこのさ攻めとかもさ別にあれなんかうまくなくねみたいな、下手じゃねみたいになりますけど、そんぐらい勘弁してくださいって。あのペッカ初心者なんで、エアコマジでマジ一つ、これレベチやばすぎじゃないこれ、もう発狂してましたもん。いやゴールダイドリル強すぎやろっつって、まあでもこれは相手が攻めてきたんでその分のカウンターですね。ここで妖精攻めておしゃれにザップを決めていくが特に意味もないと。いやー少し苦しいけど嫌やね、ダメージとしては追い上げました。で右が強ですね。まあじゃあ僕の負け筋はこのゴルナイマジアチドリルなんですよね。はい、それさえ警戒すればいいので、やっぱ低めゴーストでドリル、まあ、低め言うのかゴーストでドリルで端前高めで別のまあ何かって感じかな。そのここはマジでいい攻めだからのユニット出てくるだろう読みファイボザップ、そのダメージを稼いで、いやめっちゃいいね。このペッカの逆サイドに工場をつけるのか、それとも同サイドで行くのかっていうこの判断がちょっといいですね。さあちょっと攻めを考えながら、さあドリルにはゴーストで高めユニット来た瞬間は即ペッカですね。はい、でここ多分攻めトルネがね来るんですよ。けどこれはいやこれだけなら耐えれるっつってガチ無視っすね。ガチ無視許容のさあペッカ工場で、ここ絶対ユニットなんか来るだろうの、さあファイボーザン。いやこのね最後のドリルとかの許容もですし、まあ攻めゴルナイが負け筋なので、いや、よく粘ったっすね、ほんとに。そう、ライキさんも、あの、ライキさんなんかペッカで20勝やってたんで、もう、めっちゃ勉強してね、ライキさんペッカバカうまいんでね、ライキさんの見て、おぉ、ここはこうすんだなと思いながら、直近で学んだね、はい、ペッカで、なんとか勝ってきましたね。で、まあ、その後はなんかもう、ほんと、すごい神相性の枯渇に、なんか、ね、トルネ枯渇？玄関今日バカ弱いで、つって、さあなんかホグ引いて、あれ相手インフェ突破できないやんみたいな神相性引いて、いやホグやな、まあそんな強くねえでっつってたら、いや矢の目ぶっ刺さりドリルやんっていう。この試合も面白かったな。てかこのドリルじゃあこのホグミラーもおもろかったっすね。なんかやっぱミラーが今の環境結構いい味出すっすね。やっぱなんでもなんかうん一発逆転を作ってくれるのがミラーなのかなっていう。まあバレルミラー、ホグミラー、そうゴブドリミラー、これミラーがいいやつ出してますよね。さあインフェ来てないやーと思いながらラバ引きたかったっすよね。マスケテストで穴目のミラーなんで、まあ、ラバ引いたら美味しいなーと思いながら、ラバは引けずドリルでしたね。さあ間の出来は分かんないのでテストラ置いてタイのバルキリーですね。いやこの位置はねいきなりここはちょっといやらしいですね。でもこれがまあ相手ロケット早い、ロケット早すぎのホグ飛ばしてさすがに受けれないよなーって。いや斜め欲しい、いやめっちゃ嫌斜めと思いきやあれっていう。しかもこのファイスピこれもねなんかあれって言うの天才かっていう。さあ痛いダメージですよね。で、この時の心情としては、うわ、やべえとかよりも、うわ、ドリル引いたでかいですね。はい。次の対戦、この相手のドリルデッキ使えるんで、僕、ユーノとかドリルとか大好きなんでね。うわ、できえなーと思いながら、ここを勝たなきゃって感じですね。さあ、でもドリルにはしっかりバルキリーを当てていく。で、まあこのデッキはマジ、ホグ、矢の雨で、まあ、ボンバー処せるし、バルキリーでドリル受けれるんで、まあ、悪くはないよね。まあ、一つネックなのが、きついのが、インフェを突破できないんですよね。ホグ飛ばしてもインフェは解けないので、インフェで一生守られて6削りがまあ僕のマックス値かなっていう感じですね。なので、こっからの削りがすごい難しいなっていう。
まあね、手札もなんかね、フリーズとヤナムとかあると、なんか暇になるよね。うん、どうしようってなる。さあ、で、これは、マスケでユーナとかも警戒しながらの、延命バルキリーからの、ホグ。いやー、これホグ飛ばすだけ相手きついですからね。フリーズか?さあ、フリーズ打って、いや、さすがにこれきついやろっていうので、いや、前でも防衛軍うまいんでね。俺がこれヤナム打っとけば、話が変わったかもしれないんですけど、めちゃくちゃ、硬い立ち回りしてるんで。さあ、6カードぐらい取ってます。で、高回転で回して、いや、このホグデッキめっちゃ良くない?しかもチャンピオン入ってないんだよ。これロケ警戒ですね。バルキリーマスケにロケ合わせてくるかなと思って。さあ、この相手の防衛軍うまい。で、ドリルは守れないのでミラーホグで守ると。で、一つやばいのがこのミラーホグが強すぎて一発入るっていう、マジ事件。いや、マジこのホグフリー、本当になんかネタ抜きでなんか大会とかでも使えそうなぐらいで、そう強い気がしますね。うん、世界大会とかで登場してもおかしくないような、なんか安定バルキリーマスクでね、形も良くて。さあ、やっぱこの防衛ホグうますぎましたね。防衛ホグじゃない、防衛ドリルか。さあ、回して守って、もうあとはホグ飛ばすだけ。いや、めちゃくちゃ押してるように見えて、やっぱダメージがね、フリーズなんて飛んないですよ。これがクエイクとかだとまた変わるんですけど。さあ、相手もドリル飛ばしてくるのがうまい。受けがないんだよ、僕。さあ、耐える。押してるように見えて、マジでお互いダメージが通ってません。で、マジやばいのがこれ、13。この疑惑のホグがあることによって勝ってる。ホグかな、さすがに。で、イフェイ。さあ、バルキリーでしっかり拾って、今の拾えてるのもやばいよね。ファースト気ミスってる。で、このテスラは、マジで端前のユーノとかボンバーとか全てを対応できるんですよね。で、暇だったんで置いときました。あー、で、このロケがマジでうまい。いや、痛すぎーと思いながら、ここで、ね、ダメージ追いつかれてんのやばいよね。で、行かなきゃ行かなきゃです、もう僕は。行くしかないっつって行くんですけど、このインフェがやばいの。全焦がし。でも、このロケやってんな、つって。あれ?いや、でも、ここのフリーズやってるやついんな、って。あれ?やばい!ダメージやばい!もう行くしかないっていう、もう、大混雑よね。で、次えんだよ、これ。このミラーホグが。で、やなめをぶっ刺さるでしょ?そして最後にフリーズ打って、いや、まあ、フリーズの強さっすよね、これもう。まあ、ミラーの強さか?いや、すごいギリギリをね、もう何度も、はい。やっぱ、わらしべとかだともうね、ダメージ取んないですかね、ほんとに。耐えて耐えて耐えてのね、はい。耐えゲーでナイス処理と。で、次が、これもう18勝とかですね、はい。18で、これ勝ったら19だっつって、はい。結構いいとこまで。順調すぎましたね。18-0 は。まあ、10勝1敗、17の2敗ぐらいかねっていうのを思ってたんですけど。さあ、クロスですね。まあ、クロスに対してはロケットがあるので、まあ、ロケで守りつつ、ドリルで攻めながらって感じかな。うん。で、ここはちょっとちょっとなんかね、気持ち、いけるんじゃねって、めっちゃ言ってます。うん。まあ、やっぱロケでクロスを守ってもいいんだけど、まあ、守るターンと守んないターンが必要ですね。ロケに毎回クロス打ってると、それだと結局ウッド削りとかタイブレイクで負けちゃうので、このウッドが多分ね結構やってますね僕。はい、攻めすぎ。相手も分かってると思うので、ここマジでチャキッ、ここでチャキってたらやばいんだけどな。ちょっと待ってんだな。10コスまで貯めてるっすよ。で、ロケと1コスで陸受けなんですけども、まあ、陸受けはミスってる。クロスマジロケだけで壊れないのがね、ちょっと嫌っすよね。まあ、言うて、スケファイスピとロケあれば完封できるんで、まあ、ややアドは取られるものの、まあ、ロケで守りつつ、ロケじゃないときはインフェだったり、まあ、ユーノボンバースケとかウッドとかで守るって感じかな。マジでもう、耐えゲーですね。
だったらロケのサイクルが遅れたらダメなので、これまあ見てもらえれば分かるんですけど、めちゃくちゃ低コストしか回さないですね。あ、これは言うのか。さあ言うのでけて、でもこの後かな、次のクロスにサイクル間に合わねえっつって多分マジ1、2コースしか出さないですね。ドリルでもね攻めたくなるんですけどね、結局スケーウッドとか2個ウッドだけとかね守られちゃうんで、あと取られたらクロスで危ないんで、ね、さあここも低コストでバカ回してます。でクロス置かれてもロケウッドあるし、ロケと1コースで守れるよっていう感じかな。でさあ、あとウッド削りしながらかな。でロケット1コスで、さあこれで別にダメージは受けないんだね。これを繰り返しますね、ほんとクロスには。だからドリルで攻めたタイミングがマジ負け筋っていうか、だから攻めれないですよね。うん、まあ、カード回してロケット1コスか、いらねえか。まあ相手もねダメージ入んねえじゃんってなるんですけど、まあ、言ったら僕も入んないんでね。まあ、このウッドが大事っすね。攻めウッドで無理やり剥がしてゴブリンを入れるっていう。ドリルの強みはマジこのウッドとの相性が良すぎです、ね。いやこれめちゃくちゃ悩んでインフェ置いたんですけども、相手もしっかりアイスピカバーしてんですよね。いやでもファイスピが天才すぎた。さあでここはロケ打たなかった分ちょっとだけアドを取ってるんですよね。うん、なのでドリルからのウッドまで行ってね、はい攻めますね。さあこのドリル、モレドゴブリブイ、モレゴブリンが強い。さすがにロケかこれは。いやロケ打ちますね。うん、まあスケロケで良かったですけどね今の。でややダメージをリードを取ってるので、まあ無理はしたくない。相手のクロスにだけついていけるように最小コストで回してロケ。うん、さあね、こうするとね相手もファイブ削りいきますからね。だからこの後かな、もうすげえ動くんですよね。まあ僕は一緒っすね、低コスト低コストで回して。でも相手がさっきロケ打ってきたからと思って、でもこれは相手のテストラがこれロケ範囲なんですよ。ロケ範囲やんっつってバカ攻めてます。はい、でも相手はこれ攻めてくるっすよね。ロケ打ったってことはクロスねえやん、あれ。おい、これはねもうお互いのこう重なり合いですね。相手がロケット打ったからっつって相手はクロス置くっすけど、まあ僕はそれ用にね、端前インフェとかも置いて対応しつつ、だいたいロークロスを通すためにめちゃくちゃ許容、めちゃくちゃ許容したら、許容じゃなかったっつって、はい、倒れましたね。まあ一つこれ、勝ってるので嬉しいんですけど、苦しいのが、わらしべなので、19勝無敗です。こっからクロスボです。はい。僕クロスほぼ使ったことがないレベル、まああるけど、ほぼもう専門じゃない。ガチ使わないタイプなんで、まあ全然3連敗もあるよねって言ってたら、はい、スナイプ来ましたね。いやまあこれも頑張ったんですけど、まあワンチャン勝てそうでした。マジでワンチャン勝てそうで、ワンチャン勝てそうだなーつって、やっぱはい、やっぱ無理だよねーつって負けたんで、まあ気になることがいれば配信見てください。で、最後20勝目で、うわー何くんだろうなーって、最近クエクも多いからね、クエク左きついよねで、神相性です。はい。まあ、枯渇だったら、ロケットリの枯渇だったら、別に相性はそんなにいいわけではないんですよ。そう。なんなら悪いぐらい。まあ、トントンぐらい。トントンちょい悪ぐらいになるんですけど。まあ、これは、まして、ロケがない。呪文なし枯渇はガチで、この、クロス着替えて、鬼キツですね。で、もうスケバレの時点で、もうボレボレやんかと思って、さあ、延命しようと思って、さあ、後から延命するだけで、相手はね、きついのきついの。めっちゃ笑ってます、はい。19勝、まあ20勝目か。20勝目なので相手も、まあ20勝目で最悪やクロス引いたっつって、はい、諦めですね。まさかの20勝目ね、開始1分で対戦決まりました。っていうので、まあこれで、はい、このままキングを追って、勝ちかなっていう。だからすごいね、すんなり20しましたね。なんで負けたのはまあスナイプされたやつだけっていうので、まあせっかくならもうハイに出場したかったなーっていうのが思いですかね。まあでもわらしべ20できたのは結構
嬉しいですね。はい、嬉しいし、まあ自信になったなーつって、はい、今年の世界大会も一応控えてるので、いやクロスで折れんのかーいっつって終わりです。はい、まあ頑張ろうかなと思います。まああと残り2日ぐらいあるので、まあなんか気になった方いればぜひあのわらしべ20章やってみてください。はい、頑張ってくださいということで、今日の動画ね、以上になります。良ければチャンネル登録もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。